何事だ。どうした、何があった。ああ来るな、窓から入ってくる、やめろ。取り乱すな、俺が助けてやる。ああ、いや、まるで心を失ったかのようだ。誰の仕業だ。桃子の小屋、これは神どこ、桃子の儀式だろうか。この染め、桃子のものなのか。民が枷をはめられておる。舌を噛みちぎったのか。血だまりだ。何に耐えておった。サムライ！大鷹様が呼んでる！あの郷で仲間を鼓舞しておる。ダルンケルンドルン、苦しみおって正体を突き止めねばな。集落の者に何をした。大鷹
高様の呼び声を聞いた。大鷹、己の長か。あのお方は一族を率いて対馬に来る。息のすべてをその手に収めた後で。こやつら、あの息から。陣、手を貸さんか。お前は死ぬのが主上のためだ。急いで駆けつけたけど、こりゃひどいね。病のようだが、果たして治るのかどうか。何があったの？わからん。見慣れぬ猛虎兵だった。こやつらの長は大鷹、対馬を攻めるつもりだ。心を蝕む病だろ。もし島中に広がったら。そうはさせん。大鷹を探すの。猛虎兵によると息におるとか。海賊と罪人の島だ。侍は憎まれてる。そうだ。かつて父上が治めようとしたが、あの地で会えなくも、その後残党は引き上げ、そして今何者かに乗っ取られた。俺が正さねば。坂井家は息で憎まれておる。坂井家の鎧を着るならば家紋を隠さねばな。船が待ってる。見えないのか。いつでも立てますぜ。坂井様、よろしいんですかい。息はお侍を嫌っとりますよ。北西の岸へ向かえ。境砦？取りで？あれは父が建てたもの。息で何かあれば民はあそこに逃げるはず。では大急ぎでお連れいたしましょう。例の猛虎が来てから海が荒れっぱなし。息では大風が吹いとるでしょうね。無理もないな。大鷹どもの企みのせいだろう。綿摘様がお怒りなのかも。ですが必ずお送りしますよ。来い、そら。
ソラ、ソラ、馬は無事だろうか。着いたのか。抜け荷の隠し場所のようだ。出口はどこだ。よし、うまくいった。境取りでは遠くない。誰かおらぬか調べねば。そして空、見つけてみせる。船が流れ着いていないか見に行ってみるか。どこに消えた。